本日は、ニュースです。なんと、図書館で読みを実現しました大賞、こちらに応募しましたところ、私が最優秀賞をいただくことに決定いたしました。こちらの賞はですね、図書館で夢を実現しました大賞、図書館を利用して企業であったり商品開発なんかに成功したという事例を、募集してまして、こちらに応募しましたところ、この一番いい賞ですね、最優秀賞ということで私が、いただきました。副賞としてはですね、このサクセスストーリーを、成功に至る道のりを漫画にしてプレゼントしていただけるということで、こちらはあのホタテで出て、有名になった沢田防災さんのね、あのシャッターガードの開発秘話の漫画なんですけど、こんな感じの漫画にしてプレゼントしていただけるようです。またまた、漫画できましたらご報告させていただきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。